みんな拍手してさあ、あとな、ここに一人一匹あの犬がおる。武者丸、関ヶ原のご当地キャラ、武者丸か。武者丸も何故に久しぶりだ。武者丸、わし、すごい久しぶり。元気だった？元気だった。よかった。ちょっと痩せたんじゃない？痩せたな。うん、痩せたと思う。さあ、今日はな、武者丸と、みんな。まあ、なぜ来たか、また後で説明するんだが、もう一つ忘れてはならん、今日のスペシャルゲストの話をしておこう。午後の部なんじゃが、我々は14時半からもう一度ステージがあるんじゃが、後半戦にはな、なんとあの広島から牧広島部長隊殿が来てくださるぞ。我々の演舞時間と同じ時間にはなっておるが、我々が前座を務めてすぐに場所を叩けるから温めといて期待を落としてください。途中からダッと出てくるからの。今日はあのその応援に駆けつけた方も多いと思う。うん、楽しみ。歌手の方々いらっしゃると思う。広島で、まあ、そういうわけで、このみなと武者丸がなぜ今日ここに来ておるか、あちらに先ほどからバスが一体止まっているの。大きなバス、あのバスなんだが、なんと養老と関ヶ原をつなぐ無料の周遊バスが今に出ることになりました。関ヶ原駅から関ヶ原プレアセンター前に寄って、そして養老駅まで、なんと無料じゃ、土日祝日に限定車が出ておるぞ。あれだけ大きいバスだからな、かなりの人数が乗れる。今から全員乗って行ってもいいぞ。その代わりこの後の桜行さんがちょっとかわいそうだ。桜行さんのファンは残ると思う。大丈夫大丈夫。今後な、土日祝日あのバスの関ヶ原駅養老館を行き来して、なんと無料じゃん。そしてこれはあのまだ内緒なんだが、和室とその他の関ヶ原組も乗ります。乗って養老まで行きます。でまた帰ってきます。またそれはあのツイッターでつぶやくゆえ、ここにみんなアクセスしてくれ。ここ今出とるからね、アカウントが出とる。その時誰が乗るかはその時におるものゆえ、多分和室とか平塚とかだと思う。京子はまだ足骨折中だから乗れると思うんで、治ってからだな。その時もあるゆえ、あのバスぜひぜひ利用して関ヶ原に養老を楽しんでくだされ。なるほど、よいしょ。さあ、梅原